ロンドンの狼男は、ウォーレンジボンが1978年に発表した楽曲。ロンドンのチャイナタウンにあるリーホフクエス。狼男は、ビーフチャーメンを求めこの店に向かう。エバリーブラザーズのフィル・エバリーが、ウォーレンジボンに発した冗談からこの曲は生まれた。テレビで、狼男映画の、ロンドンの人狼を見たフィル・エバリーは、ロンドンの狼男というタイトルで踊り騒げる曲を、 書いてみないか、とジボンに持ちかけた。リロイ・ピー・マリネル、ワディ・ワクテル、ジボンの三人は15分で曲を書き上げ、そばにいた、ジボンの当時の妻のクリスタルが歌詞を書き留めた。1975年のことであった。俺は、中華料理のメニューを持った狼男を見た雨の中、双方の街をうろつきながらそいつは、リーホーフックという名の店を探していた奴が食いたいのは、でかい皿に持った。 ビーフチャーメンさ、ウェアウルブス・オブ・ロンドンこのような内容を持つ曲、ロンドンの狼男を真面目に考える者はいるはずも、なかった。しかしジャクソン・ブラウンは歌詞を読んで、これはいけるかもかもしれないと思い、1975年のツアーでカバーした。ボブ・ディランのローリング・サンダーレビューに同行した、ティー・ボーオン・バーネットも同年秋の同レビューで披露した。ジボンは、ジャクソン・ブラウンのプロデュースのもと、 1976年5月に2枚目のアルバムウォーレン・ジボンを発表するが本作品は収録されなかった。1977年、ジボンは3枚目のアルバムの制作に入る。ようやくロンドンの狼男が取り上げられることになるが、レコーディングは難航した。少なくとも7種類の演奏メンバーによる録音が行われた。 ワクテルはいろいろスタジオ仕事をやってきたけれど曲を掴むまでにこんなに苦労した曲はなかったと述べている。最終的にジボンのピアノ、ワクテルのギター、ジョン・マクビーのベース、ミック・フリートウッドのドラムズの4人の演奏によるバージョンが採用された。都庁長でコードは3つしか使われない。1978年1月18日発売の3枚目のアルバム エキサイタブルボーイに収録。シングルカット用の曲にジボンは、ジョニーストライクスアップザバンドかテンダネスオンザブロックを考えていたが、レコード会社は、ロンドンの狼男を強く押し、同年3月にシングルとして発売された。同年5月13日から5月20日にかけて、ビルボードホット100で2週連続21位を記録。ジボンのキャリアの中で唯一トップ40位した。 作品となった、ありがとうございます。